どうしよっかなこれ。広すぎるよね、マジで。マジで広いな。小刀怖。もう刃を研ぐ音がすぐ聞こえるからちょっと怖いな。ああ、びっくりした。なんか新種のポケモンかと思った。サイケ光線。なんかメイクルと小次郎が合体してただけだった。当たった。これ下まで行くとちょっと大変だよね。こっち行こう。いい薬です。お、なんか光ってる。え？とりあえず野党堀いるんだけど、あれ、火炎獅子か。火炎獅子、なんか光ってると伝説のポケモン感あるな、ちょっと。野党堀。この野党堀も、オスだ。でも火炎獅子もいるやん、そこ。怖すぎるんですけど、これ、ちょうど首のところだからマジで捕食しに来てるな、これ。うわー、やばい。ドクドクがちょっと大変すぎる。うわ、やばい。襲われてるんだって これやばいよ、マジで。命の危険が半端じゃないよ。ヘビにラグ。あれダメなんですか？オッケー。毒トカゲポケモン。メスのみがフェロモンを発するガスを作れる。骨抜きにされたオスはメスの稲荷になるぞ。ああ、なるほどね。囲い森。よし。ところで、この人だよね。問題は。オコペンキで行くか。待って。36レベルか。近。なんだこれ。これ何タイプ？あ、ドラゴン？もしかして。なんだろう、なんだろう 何タイプだこれ。ドラゴンかな。ツバメ返し。うわ。悪タイプ？悪かな？なんかめっちゃ強いこの人。ツバメ返し。あくび？やばいな、逃げられないですね。これはめちゃくちゃやってくるな。まねっこ。ハイパーボイス。うわ、強いんですけど。ちょっと待って。強。炎タイプにも弱いんだよね、うち。結構、やばいな、タイプが。ハンターヒナ。サイケ光線。あ、よかった。とりあえず。まだ、なんとかなりそう。え？あ、そうだ、悪だった、忘れてた、やばい、やっちゃった。チャンボイス。オッケーオッケーオッケー。でも眠っちゃうな、ハンサムヒナ。うわー、削りきれない。あ、なるほどね。火炎獅子、やっぱ、トサカじゃないけど、たてがみなかったらやっぱすごいシンプルだな。これ捕まえられるかな？おお、やった。
おお、金縛りとか覚えるんだ。面白いけど、まあ、メガドリンいらないかな。飼い主？王者ポケモン。オスのたてがみは戦いになると、摂氏2000度の高温になる。近寄るだけで大やけどだ。メスの説明はないんだな、あんま。カエンジ氏。王者だからな。カエンキング。ライオンだからね。カエンキング、オーン。カエングオン。うわ、いい写真だわ。あ、これがとりあえず気になってた。お、噛み砕く？そしてオコペンギがね、やられてしまったから。あれ、待って。てか、よくよく考えたらさ、あれじゃん。ここの主って、鋼タイプになるんだよね。なんか、確か。それはちょっとさ、このメンツちょっとまずいよね。あ、まずいな、どう考えても。これはちょっと変えるか。ちょっと、主に備えてちょっと一回変えるか。そうだよね。ってなるとやっぱ、ウドクパルの力を借りるか。ああ、ムキモッチでもいいのか。ああ、でも、鋼地面って可能性もあるしね。潜るって言ってたから。まあ、鋼地面の可能性を考えると、それだとちょっとウドクパルもあんまり良くないな。カラミンコかな。ちょっとカラミンゴでいこうかな。オコペンキ、でもオコペンキも結構主力だからな、この中だと。悩むね。これ、ノココリッチ近づけるか。あ、てか今回ドードリオいないのかな？なんかドードリオがこういうフィールドで走り回る姿見たかったんだけどな。よし。よし。ちょっと上に戻りつつ、よし、帰ってきて。で、そうだよね。あっちに戻ったら多分主なんだよね。まあ先に主行きたいところだよな。いやー、でもちょっとだけ図鑑に映ったなんか謎のポケモン気になるけど、いないからね。マップに映った謎のポケモン。こっち方面じゃないのかもしんないしね、場所が。お、またここにも親方がいる。よし。まあ、ビケタウンに寄ってもいいんだけどな、最初。まず。あ、でもちょっと遠いもんな、まだ。そこだけ気になるな、光ってるやつ。これ行ったらまた、キリがなくなる？もしかして。まあ、でもそこちょっと気になる。また親方いるな。何の声今の？ゴースの声じゃなかったよな。まあ、いっか。わ、タイレーツ？タイレーツいるんだね。ほら。これは、鋼タイプか。鋼タイプ、斧なんだ。まあ、とりあえず威嚇入れて、これは結構困ったねーってやつだね。ち
挑発入れとくか。おわ、スマートフォン。え、こんな感じなんだ。これはニャニャン派でいく。カラミンゴだい、レベルがなちょっとな。いや、行ってみるか。岩砕き。おわ、カラミンゴじゃあ、ケタグリ。あ、起死回生いいよね。結構好きだな。おー、挑発切れた。いった、ダメージでっかいな。よしよしよし。あ、まだなんだこれ。ケタグリ。オッケーオッケー。じゃあ捕まえタイムに入るか。かわいいね、耐えるやつ。うわ、30レベル超えてるからちょっと捕まえにくいのかな。まあダメだな。これはちょっとハイパーボールを使うか。ダメか。え、待って、ビルドアップを2回か3回積んだこの HP の起死回生は結構やばいんじゃないの。大丈夫かな。あのネスオネでいくか。ゴーストタイプ入ってるし。やべえ、全然捕まんない、どうしよう。うわ、やばい、これこれちょっと全滅あるな、これ。下手したら、まあ先に威嚇だったかな。これトンボ返り威嚇じゃない。防御力上がってるから多分耐えるよね。オッケーオッケーオッケー。やばいよね。オッケー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 。いいよ、威嚇が効いてる。やばい、全然捕まんないわ。いやー、痛い。うわー、ちょっと今ので無理だったらちょっと次かもな。やばいぞ本当にこれ。オッケーオッケーオッケー。急に始まりはいつも突然に。人形ポケモン。伸縮する角で兵長と呼ばれるリーダーが人形を組み替える指示を出しているぞ。こいつ兵長だったんだ。え、名前何しようかな。ファランクス。ファランクスなんだけど、まあ、ローマ兵みたいな見た目してるけどね。スパルタン。なんかありきたりすぎるな。ちょっとスパルタンズにしといて、ちょっとあのロックバンド風な感じを出しとこう。
いいね。隊列でもいいな。格闘タイプ。ドラメシア。ドラメシアね、捕まえてないんだけど、おムーマいるね。ムーマ。で、あっち気になるんだけど、なんかあそこに人がいたんだよね。これくれ。あ、これなんか、あ、なんかポケモンセンターの出張ポケモンセンターめっちゃありがたいじゃん。お、やった。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがてえ。この先印の子たち、え、めっちゃ落ちてる。なんかこれはなんかマジで闇の石あるんじゃないか。湿った岩、湿った岩。傷薬、傷薬ないねないね。いい傷薬、いい薬です。あっ、怖っ。え、怖っ。待って、ちょっと逃げよう。ええ、ちょっと怖すぎるって。ちょっと一回落ち着こう、一回落ち着こう。うん、落ち着こう、落ち着こう。タツベイちゃん、タツベイちゃんいるけど、え、めっちゃ怖かった今。あ、ビリビリ玉大量発生してんので、こっち行くとまたさ、切れないやつ、切りなさそうだな。てか広いな、ここマジで。ちょっとマジでちょっとさ、まずいわ本当に。怖っ、マジで。え、マジで怖い、どうしよう。これさ、上まで登り出るのちょっとバグみたいなところある、もしかして。あ、出なくなった。あの、落ちてないのに戻るが出るってたまにあるよね。砂嵐、これまたこれくれじゃないかな。え、あれ3回叩っけ、いつも。お、これくらい、いたいたいた。 PP マックス、じゃあやりますか。はい、あー、レッツゴーは反応しないんだね、これくれって。よし、あれ、あ、これ話しかけないといけないんだっけ。うん、おー、ビビる。ツバメ返し。もう一発。あー、ペチン。うん。オッケー。え、あいつ怖すぎるんだけど、ちょっと。めちゃくちゃパクパクしてる。怖すぎるってちょっと。うわー、なんかちょっとまだ行きたくないんだけど。うん、行かないとな。周りの探索めちゃくちゃしたいんだけど。ちょっと探索するか。でも、これ探索するとさ、マジでちょっと、途方もないよね。まあ、ちょっと探索するか。
ビリリ玉めちゃくちゃいる。これビリリ玉の命がまたたくさん散ってしまう。わあ、ビリリ玉が。こんなのってないよ。あ、いやこれあれだな、多分あそこ出るな。さっきのあいつのところ出るな多分。元気のかけら。好き嫌い。待って、ポケモンセンター近いな。あ、ここか。萌え、萌えみ。うわ、ナミールが来た。いや、マジでイルカ感すごいな。イルカだもんな。ベチン。アコペンキ強よ。オッケー。これくらい結構いるね。で、いやちょっとマジで闇の石ありそうなんだよ。あー、危ねえ、ぶつかってない。あー、ぶつかっちまった。え、なんかさ、あの草もしかして闇の石で進化とかじゃないよね。それかなんかすげえ特殊な進化とかじゃないよね、この人。なんか風技を受けることで進化とかさ、そういうなんかちょっとめんどくさいさ進化の仕方じゃないよね。大丈夫だよね。熱いわ。よし、ブーン。あ、結構飛べる。不思議な目、結構不思議な目も落ちてるなぁ。あ、これくれ。え、なんかここも洞窟？うわ、洞窟めっちゃあるな、まだ。行ってみるか。あ、これ、川を越えてる。あ、なんか2箇所あるなぁ。まあ、どうしよう。ちょっとこっち行ってみよう。あ、まあ、ガチで2箇所ある。え、なになに？おぉ、ヤング数埋まってた。うわぁ、なんか、あ、また親方。なんか、ありすぎて、行ける場所がありすぎて逆になんか困る。え、ここもまた、うわ、なんかいる。お、エイフィーだ。やった。ちょっと待って。やった、やった。普通にやった。うわ、かわいい、エイフィー。お、普通にエスパーだ。うわ、かわいいなー。ダメ押し。痛すぎるんだけど、これ何レベ？え、待って、何レベ？え、なんか途端に怖くなってきた。じゃ、とりあえずね、ヤンハ。え、50レベ？マジ？ああ、よかった。トリックルフォー。よしよしよし。いや、これちょっとつかめ、そもそもつかまんないんじゃない？レベルが高すぎるとちょっとつかまんないよね。いや、エーフィーはめちゃくちゃ捕まえたいけどな。
うわ、怖すぎる。これ一発もらったらマジでアウトだな。シグナルビームとか覚えてたらマジで終わる。よしよしよし、とりあえず解除して。いや、かわいいエフィ。でもこれであれがないんだよね、なんか状態異常が。これ捕まんないと思うんだけどな。とりあえず捕まえやすそうなダークボール。うわ、惜しい。やばい、終わる終わる、マジで終わる。うわー、よかった。てかシャドーボールめっちゃかっこいいな。どうしよっかなこれ。いや、ちょっとダークボールで頑張ってみよう。なんかいけそう。うわー、待って。毎回最後まで行くのに。いやー、ちょっと怖すぎるんだけど、これマジでやばいよな普通に。頼む。オッケー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 。危ねえ、マジで全滅あったよこれ。ああ、よかった。ここに来て半沢ひな騒ぐの。まあ、つぶらな瞳一回やめとく。強いけどね、結構ね、便利だけどね。あー、来たーエフィ。全身の細かな体毛で空気の流れを感じ取り、相手の行動を予測する。エフィ可愛いなやっぱ。なんかエフィフィ。おー、なんかディディシーね、表紙。うわー、ちょっと危なかったマジで。てか50レベルはちょっとやばすぎるって。あー、怖かった。わー、なんかトレーナーいる。待って、ここら辺のさ、レベルがえげつないとかある。ちょっと野生ポケモンで確認しよう。あ、大丈夫だね。27ドラゴン使い。違うの。なんか悪そうな顔してるな。いや、ドラゴンやないかーい。守るか。OK。そんな2連守るはそんな。あ、めんどくさいやつだこれ。OK。そうだよ、ドラゴンだよ。あ、なんかそうだよ、ハンバーグだよみたいな。あ、いや、なんかそういうさ格好でさ、フリじゃないみたいな話をさしちゃったらもうダメだよね。マジで。そこはなんか突き通してさ、それでもドラゴン使いないんやみたいな、そういう勢いで多分いかないとなんかもうダメな気がする。やばい、登れなくなっちゃった。やばい、マジ登れない。どうしようこれ。
あ、怖っ。え、なんか登れる場所ある？これマジでもう一生帰ってこれないかも。あ、今あいついたな。あ、あったあった、帰る場所。なんだっけ、サシカマスじゃなくて、サシカマスの進化系。こっち行くともう完全に違うエリアだもんね。ここは越えたくないんだよね、ここ、ここのライン一回ちょっと越えないでおきたいから。あ、やばい、もうどこを見てどこを見たいのかがもうわかんないな、これ。てかもうポケモンセンターついちゃったな。とりあえずここで、あー、とりあえずついた。いや、本当は目的地違ったんだけど、いいでしょう、とりあえず。あー、よかった。いや、広すぎるここ。え、マップ見るとさ、そういえば謎のポケモンもうなんか映んなくなったな。あ、ピッケタウン行きたいんだよね。まあ、ここのね、スターダストストリートも気になるんだけど、まあ、ピッケタウン向かう前に一回戻って主かな。主行ってまたここ来たから、主行ってこう回っていこうかな、次。こう。ピケタウンを目指してね。主行ってピケタウン。ということで、今回はこんな感じで。まあ、多分、ちょっとめちゃくちゃ探索したから、長くなってるか、まあ、前編後編とかに分けてるかもしんないですけど。今回はね、鉱山探索編ということで。まあ、次回もちょっと探索編なんだけど、あ、厚いはめっちゃあるな。またあそこだけちょっと、いや、あれが闇の石の可能性が、違った。いや、何体のビリリ玉が今回犠牲になったのか。あ、待って、ここも闇の石の可能性が、違った。ということで、今回はこんな感じで。いや、待って、マスカーニャ、マスカーニャ、うわ、マスカーニャ、ほんと、結構でかいね。めっちゃ速い動きが。おー、なんかニャローって、あ、こうかな。ニャローって結構ね、好きだったけど、まあ、マスカーニャも結構ね、いいね。なんか、優雅さが出てきたね。ということで、今回はこんな感じで。おー、めっちゃ走る。まあ、さっきも言った通り、次回は主に向かって、まあ、ちょっと探索挟みつつ主に向かって、ピケタウン、この流れで、次、まあ、とりあえずのね、流れはこんな感じで行きたいと思います。ということで、今回はこんな感じで。あ、めっちゃ真後ろ撮られてる、これ。あの、よくなんか、漫画とかで、背後撮られるやつ。バトル漫画で。ということで、今回はこんな感じで、また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。マジ闇縫いしないかな？あ、かっこいいな、これ。この構図。